みなさんこんにちは。現実ハーツはエアリズムコットンルーズフィット T シャツを全色買ったので、どの色が買いなのか、そしてどんな特徴があるのか、そして現実的にはどんな感想を持ってるのか、徹底的に紹介するというスペシャルということで、数々の春夏アイテムがリリースしたんですが、ようやくですね、夏のアイテムが楽しめる時期になってきました。で、そうした中で、発売当初です。非常に話題になっていたのが、今僕もこちら着ている、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツなんですよ。まあ、どこら辺がね、ゲシパーないのかっていう、ご説明はですね、後ほどするとして、本日は、何サイズを選ぶと間違いないのかっていうところだったりとか、3枚選ぶとしたらどのカラーを選ぶべきなのかとか、あと、このカラー全体においておける、個人的見解などもお話をしていきたいと思います。ですので、T シャツはもう絶対的にユニクロからしか買わないんだっていう方だったりとか、さらにはもうすでにこの T シャツを買っていて、その T シャツの持つパワーっていうところをですね、知っている方にとっては非常にですね、共感の意味も含めて楽しめる動画なんじゃないかなと思います。ですね、最後までご覧いただければ幸いでございます。では早速いってみよう。はい、では本日はエアリズムコットンオーバー T シャツをレビューしていきたいと思います。非常に夏って汗ばんだりですね、こう汗がゆえに T シャツが肌にくっついてしまったり、さらに何度も何度も着るがゆえに T シャツにシワができやすかったりとかするケースたくさんあるんですけども、そんな悩みをですね払拭してくれるのがそうエアリズムシリーズなんですが、ものすごくね、いろんな種類のエアリズムシリーズ出ています。 T シャツの下に着るものだったりとか、どちらかというとちょっとこう、まあ、ファッション寄りのアイテムではなくて、夏に涼しく機能面重視でもうかっこいいとか、そんなのどうでもいいから、もうとにかく涼しいものをくれっていう方々がどちらかというと選んでいたのが、そうエアリズムシリーズだったんですが、なんとですね、この度ユニクロ U のラインナップとしてエアリズムシリーズでオーバーサイズとい う、 もうかっこよくこなすにはもうマストと言っても過言ではないぐらいのファッション寄りに機能面も含めてかっこよく着れるようにリリースされちゃったんですよ。じゃあどんなところがですねゲシパないのかヤバいのかっていうところをですね説明をしていきたいと思います。で、まあそういった説明ってもうすでにしのくんだったりとか他のファッション YouTuber さんがしてくれてるので、全部のこと知りたい方はですねこちらのしのくんの動画を、ご覧ください。で、ここからですね2つのポイントでご説明させていただきます。まず1点目がシルエット、そして2つ目が素材感ですね。まず1つ目のシルエットに関してなんですが、はい、僕は今ですね 175cm 痩せ型で L サイズを着用しているんですが、オーバーサイズの T シャツで重要なのがもうちょっとやそっと大きいのではなく、肘がね隠れるぐらいのサイズ感がものすごく重要なんですね。で、そうした時にこちらのアイテムで言うとワンサイズ上で選んでいるさらに大きくなっているんですが、 M サイズを仮に選んでいたとしても肘が隠れるぐらいの今年ならではのシルエットがしっかりと実現していて、かつ、まあ、2つ目でお話しするポイントではあるんですが、非常にしてシワになりにくく、かつ、まあ、素材が故に肩の落ち感がめちゃくちゃ綺麗に出るんですね。というのももし仮にこれが硬い素材感だったら肩の落ち感が綺麗に出ない T シャツも中にあるんですが、素材とこのシルエットがマッチすることによってこの綺麗な肩の落ち感が実現して非常に高見えするんですね。で、さらにですね大きいのは肩の落ち感だけではなくて身幅も同時に広がっていて、かつ袖口もですね非常に大きいことによって絶妙なオーバーサイズが実現してるんですね。さらに着丈はそこまで長すぎないので非常に数多くの方に評判が得てる T シャツなんですよ。2つ目の素材感なんですが、こちらですね表面と裏面の素材の違いがあるんですね。というのも表面はコットンの生地を使っていて、裏面は先ほど言ったエアリズムシリーズのユニクロのサイトで言うとエアリズム紙を使っていて、ポリエステルとコットンの2つの素材からなる1つの T シャツなんですよ。なので先ほど言ったエアリズムならではの涼しさだったりとか、さらにはものすごく暑い夏にこれを着たら非常により涼しく軽快にですね着れるんですよ。で、表はですねコットンなので絶妙な光沢感と高級感が出ているんですよ。なのでそういったことも含めてめちゃくちゃシワになりにくいんですよね。今掴んでいてもほとんどねシワになりにくいし、かつ乳首の透けがねほとんどないんですよね。なので非常に人気なんですよ。ただですね、今回ちょっとだけ僕の中で残念だったポイントというか、それも皆さん認識した上で選んだ方がいいよっていう話なんですけども、まあもちろんね、統合的にはすごい高いんですけども、今何より重要なのがカラーのラインナップなんですね。今これご覧いただけたら、エアリズムのね、こう T シャツが好きな方がかなり多くいらっしゃると思うから、ちょっと言いにくいのはあるんだけども、カラー展開がどちらかというと春寄りではなくて、秋寄りの印象なんですよね。というのも、例えばですよ、例えばこちら。はい。もう今年のね、トレンドカラーと言ったらやっぱりですね、白以外で言うとベージュ、そしてテールトーンなんですね。で、そうした際にこの
茶色のブラウン、まあ、かっこいいしね、非常に扱いやすい色彩ではあるんですが、もう少し春夏らしいトレンドカラーで、かつエアリズムの素材でこの春夏を過ごせたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なのでもしものすごくわがままなことをですね許してもらえるのであれば、春夏寄りのトレンドカラーが多くリリースされるだけでも、全体のラインナップを見た時によりですね、このエアリズムシリーズがもうすでに90点超えではあるんですが、より100点に近づいたのかなという印象でございます。じゃあ、あとは以前の動画でご紹介したユニクロのクルーネックティーのナチュラルなんですよ。こういったありそうでないカラーをエアリズムシリーズで出すことによって、よりですねカラー展開としても伝説級のラインナップになってたんじゃないかなという印象でございます。あとは GU のパープルがあるんですけども、比べていただけたら若干こちらの方がまだペールトーンって言えるような色彩なんですけども、こちらペールトーンって言えるのかどうかっていうような色彩なので、これがねこっち寄りになったら嬉しかったなーっていうのはありますね。ユニクロ U シリーズなので、インラインでリリースされてるアイテムではないので、もしこうちょっともう少しトレンド感が詰まった色彩でも個人的には嬉しかったかなって感じでございます。ただですね、まあ、やっぱりブラックだったりホワイトに関しては王道的なカラーですし、非常にたくさんの方にですね着用していただきたい、そんなアイテムでございます。はい、ということで全部僕が着ていってどのような印象になるのか、かかった状態と着た状態だと印象も変わると思うので、それぞれ全部着ていきたいと思います。はい、では参考にですね、僕は白を着ていたので、次がですねブラック着ていきたいと思います。それがこちら。はい、ということでまた初めにタックインしながら着ています。いかがでしょうか。まあやっぱり安定ですよね。だいぶこう白を着ていた時の印象と、黒を着ている時のこうクール度合いの印象がかなりガラッと変わってくるかと思います。なので、まあ、ちょっと結構こう落ち着いた色彩で楽しみたいんだって方はブラック非常におすすめでございます。こういったね、まあセカンドチャンネルでご紹介したんだけど、この G-SHOCK のね時計との相性がめちゃくちゃいいですね。それで次にブラウン着ていきたいと思います。いきます、せーの。はい、ということで来ました。まあ、結構ですね、やっぱり色彩的には非常に落ち着いた色味なのかなと思います。なので、まあ結構こう秋頃まで活躍はしてくれるけども、春らしくはないようなカラーなのかなともいうふうに思いますね。非常にちょっとメンズファッチ寄りのコーディネートを好む方にはおすすめでございます。次にダークオレンジ着ていきたいと思います。せーの。はい、ということで非常にですね、明るい色彩なので、結構もう日差しがめちゃくちゃ出た、昼に暑い夏とかに着ると気分を変えてくれるような明るいね、色彩で非常にかっこいいなと思います。さらにこういった色味ってカジュアル寄りな印象になるんですが、光沢感とツヤ感があることによって綺麗めに着れるようなそんなアイテムでございます。はい、というこのようにですね、まあ、今年ブラウンのオープンカラーシャツとか着る方かなり多くいらっしゃるかと思いますが、このようにこうナチュラル系のベルトの配色だったりとか、ブラウンのシャツにですね非常に相性がいいので、ブラウン系のアイテムとかナチュラル系のアイテムを買うよって方はですね、こちらのダークオレンジおすすめでございます。次にこちらのパープルなんですが、まあ、若干サイトのパープルよりも色の管理が激しいので、ぜひそちらは気をつけて選んでみてください。ということで着ていきたいと思います。いきます、せーの。はい、ということで、まあ、結構フェミニンな印象にはなると思うんですけども、全然着れなくはないんですよ。着れなくはないんですけども、他の色彩の格好さにはまあ負けるかなっていう印象ですね。なんで差別化を図りたいとか、さらにはもう白も黒もブラウンもベージュもペールトーンも買ってきたんだって方はですね、こちらのカラーをおすすめするかなって感じでございます。あとは100円するとこんな感じでございます、まあ、白やブラックを100円した時の格好さには劣るものの、こちらのパープルもですね他の色彩はかっこいいですがおすすめでございます。そして最後のこちらのネイビー着ていきたいと思います。せーの。はい、ということで、まあ、非常に落ち着いたカラーで、めちゃめちゃ遠くの方から離れたらほとんどブラックに見えるような色彩かなと思います。なので気持ち的にもう少し明るいネイビーが好きな方だったりブルーが好きな方が多くいらっしゃるんじゃないかなっていう印象でございますね。なのでおしゃれカラーっていうよりかは無難なブルーの印象なので、まあ、そういった部分も含めてあまりこう個性だったりとかトレンド感をあまり意識せずに着たいんだって方はこちらのカラーをお勧めします。ということで、こちらの5色の中から、もし3色選ぶとしたらどのカラーがおすすめなのかっていうのをお話しした後にですね、3色ならぬ2色選ぶとしたらどのカラーがおすすめなのかっていうのもお話をしていきたいと思います。ということで、まずこの中から3つ選ぶとしたらこのカラーがおすすめです。こちら。はい、ということで、まあ、やっぱなんといってもですね、まあ、ホワイトっていうのは欠かせないし、オープンカラーシャツとか、さらにいろんなね、シャツだったりとか、もちろん1枚でね、はい。という、こんな感じですね、タックインして楽しむと思うんですが、そうした際に、もう、裏面のエアリズム紙がめちゃくちゃ気持ちいいから、今、このお腹に当たってるのが、もう、もちゃもちゃで気持ちよくて、清潔感たっぷりに、白 T 選んでいただきたい。いいところ。で、次にブラックですね。このオーバーサイズと、この黒が、掛け合わさった瞬間に、めちゃくちゃ高見えがするし、よりですね、皆さんのコーディネートがかっこよくなるので、ぜひブラックも合わせてみてください。で、まあ、先ほど、まあ、ブラウンとかと悩んだんですけども、ブラウンはブラウンで、秋頃にですね、楽しんでいただきたいって部分で、6月、7月、8月に関しては、より明るい色彩でコーディネート組んでほしいってところで、モノトーンプラスこちらのダークオレンジを選ばさせていただきました。ぜひこちらの3色を意識して選んでみてください。もしくは、はい、まあ、こちらの中で、ね、
んか若干同じ L サイズだけど小さいね。そうか、俺さ確か洗濯したんだけども全然ね腰よれもなくて、かつほんのり縮むのが分かったので、まあワンサイズ上ぐらいで選んで、なんかちょっと大きかったなと思ったとしても洗濯していただければ気持ち縮むところもあって、よりサイズ感での不安っていうのがなくなるんじゃないかなと思います。でこちらのブルーに関してもまだ結構割と秋寄りのブルーかなと思っていて、なんかもう少し明るい色彩でもよかったかなと思いつつ、非常に清潔感の出るカラーなのでこちらもおすすめでございます。リョークのね、リョークのジャケットもある通り、結構今年の春夏の青に関しては若干ですね、こうグレーがかった色彩が非常にかっこいいので、まあ、そういった部分でこの色彩だったりブラウンの T シャツも秋に楽しむぐらいの感覚がいいのかなとも思いますが、非常にこちらの色もおすすめです。で、まあ2色って考えた時に、まあ、正直白は他のブランドで買っていることも予測できるので、まあ、こういった色彩で2色選んでみるとか、さらにはこのね2つの色彩で選んでみるのもいいだろうし、はい、もう今年のねトレンドのホワイトとブラウン、まあ、2つをね掛け合わせて選ぶのもいいですし、まあ、非常に外れのないラインナップかなという印象でございます。はい、でもごめんなさい、先ほど僕3色に絞る際にこれ反映させ忘れてましたね。これがね結構割と女性がメンズを着るときにこういった色彩はね非常に可愛く見えると思うんですが、あんまりこう優先順位一番こう低くないカラーかなとも思います。はい、というのも本日はですね、エアリズムコットンオーバー T シャツはですね、実際にサイト上で見た時と実物を見ると色の変わりとかもあったりとか、まあ、実際に着ると印象も変わると思うので、今日は着たりさらには優先するべきカラーだったりとかをざっくりと皆さんにご紹介しました。では今回の動画少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。ありがとうございました。